北原氏。北原氏は、大隅国肝付氏の所流で、日向国の戦国大名。もともとは、友野氏を称していたが、金都氏の頃に肝付氏を名乗り、またその子である金綱が分家して、大隅軍、串ラインを治め、築城した場所の地域名である北原から、北原氏を名乗るようになったとされる、綱は、国号氏も称している。勢力範囲は、正木院、元、 宮崎県海老野市五が、里、角格闘、野、の、吉田、吉松、万画田及び三津山、現、宮崎県小林市に加え、東方面は、僕田すくイんののじり、現、宮崎県小林市の尻三つま隊の高原、現、宮崎県西諸方群高原町、高崎、山田、しわいけ、生学、以上面、宮崎県都の城市付近までを、西方面は、 宝部、元、鹿児島県総市、吉松、栗野、以上玄、鹿児島県有水町、横川、元、鹿児島県愛良郡、踊り、日東山、以上玄、鹿児島県霧島市辺りまでを領有した。正木委院を本願地とし、宗家である肝付氏より独立しての政治や文化支援を行い、最盛期には一万世の兵を動員した。南北朝時代に、 正木キ院氏であった草壁氏は、九州短大、北条秀時に従い北条死残党の乱に、加わったために没落した。金綱の彦の北原金行は、南朝方の命を受け、公営四年、1345年公認の正木、キ、院氏に就任し、井野城に入る。経図では、正木委員、北原氏の始まりである金行を、北原氏の初代と定めている。五代。 北原半県が日向、伊東市から室を迎え、それ以降も、伊東市との隕石関係を重ねるようになり、日向における勢力を盤石なものに変えていった。また、井野原田村に、後に五十余りの松字を持つに至る、朝禅寺を建立したり、前書である、壁原禄、修部民略を刊行するなど、正木委院における文化的支援を欠かさなかった。大江 2>, 2年。 1396年、半県は、徳万城、宮崎県闇野市、格闘において、相良市の相良由来と宴会中に口論となり、差し違えて、両者とも死去してしまう。この事件により、両家の関係が悪化したため、半県の子、久し県は、薩摩の島津元久と吉見を通じるようになる。だがこれ以降、北原氏は、正木委員のみではなく、吉松、栗野、 のじりにまでその勢力範囲を広げるに至った。文明16年、1484年、帯の役が発生すると九代目、北原立憲は、伊藤裕国、伊利議重茂豊、ひしかり重らと結び、伊作島津家の島津九一の側につく。立憲らは、島津家臣、新色忠次の守る帯城を攻めたが、島津忠政らの救援に妨げられ城を落とすに、至らなかった。 第一帯役。翌、文明17年、1485年3月4日、伊藤裕国は再び、帯城を攻撃、立憲も、兵八千を率いて、これに抗応する。だが援軍を得た、島津軍との戦いで、大将の裕国、及び立憲を含めて804人が撃たれ、再び、帯進行は、失敗に終わる。第二帯役。立県の戦死に伴い、 家中では、家徳争いが生じる、次男、北原県門の子である、茂げが後継と定められたものの、幼年との理由から、叔父の県人が家徳を散脱、やむなく、長京2年、1488年に、茂げは、熊野相良氏に亡命、母方の実家である、相良頼康安を頼ると、頼康安の娘をめとった。この娘との間に、着死検体が生まれている。 孫の兼近の頃までに北原氏に帰属。帯役以降、北原氏は伊藤氏との連携を強め、伊藤院優と共に北郷忠助と戦い、大英2年、1522年には北郷氏の山田城を占領し、北原氏の勢力は、正木院、三津山を含む高原、千葉地、山田に及んだ。大英6年、 五百二十六年七月十四日、相良氏に内向が生じるとこれを後期と見て、北原氏は大軍を要して、人吉城を包囲する。これに対して、相良氏は美なこし児童、みなこしあき森さ学に計略を伝え、人吉城の城兵には、明朝に遠兵が来ると呼ばわらせた。定額のみな、越税百0人は、夜半過ぎに、人吉に到着すると、人吉城に向かって、 我らは、伊藤家の援軍であり、この後も軍病が参陣すると呼ばわった。それに騙された北原氏は、病長には一兵残らず退陣する、第岩瀬合戦。この人吉城攻撃の際、北原氏は一向周門徒を先導して、相良氏を攻めたとされており、このことが、後の相良氏の一向周勤令につながった、ともされている。天文2年、1535年。 伊藤家当主の伊藤助光が没すると、伊藤家中は、家徳争いが発生する。十二代、北原雄賢の弟の北原金鷹はこれに、乗りずべく、伊藤義助の援軍と称して領に、兵三千を婦人させ、綾代しか、三馬また院、高木、日寄城のいずれかの割城を要求、義助はやむなく高城の割城を訳した。しかし高木は、伊藤支配下の落合兼義が、 北郷忠助に内容したため結局は北郷氏の城となる。天文四年1537年、島津宗家は北郷氏と共に従わなくなった渋氏の新色氏を攻撃した。これに北原兼高と伊藤祐吉は新色氏へ援軍を出したが敗れてしまう。北原氏と北郷氏の争いは激しさを増し、一時的に和睦することもあったがすぐに、 破られるという状況にあった。天文十一年、千五百四十二年、北郷氏は、しわ池に攻め寄せてくる。北原氏は、伊藤氏の援軍を得て、北郷氏の高木を攻めるが、北郷氏の遠平と強撃され退却を余儀なくされる。援軍を出すには、距離の上で、北郷氏に劣ることもあり、翌年には、山田城、さらに、しわ地城が、北郷氏に奪われてしまう。特に、 千は地上での戦いでは、重臣の白坂下草守賢治と平らを終わり、守るらを失うという代を起死した。天文23年、1554年、島津高久に対して、家道院に吉江、いりきいに江、つぐ、ガムウ清が背くとこれに十三代、北原金森は、菱し隆明と共に高応するが、岩剣城が陥落し、連合軍は敗走した。 岩鶴城の戦い。工事三年、1557年、熊野相良よりふ後の義容に背いた、上村頼高兄弟の求めに王子援軍500名を派遣するが、敗れて、延平の大将だった平野兵部中に、中城で以下百124名が討ち取られ、内高たらも、いいのへと逃れてくる。永6万年、1558年か根森が、 巨城の三津山城、宮崎県小林市、細野にて病没する。金森には男子がおらず女子が数といたため、金森のおじである北原金鷹の子にと継がせるよう遺言されていたが、その女子も三、四歳のうちに溶接してしまう。その時、伊藤義介は金森の室が自らの次女、麻生であったため、また北原家中がちょうど前週と新週で、 対立していた隙をついて、北原氏の内政に干渉する。北原や中では競技の末、金高を後継に据えようとしたが義助は、金森の室を、北原氏の初家のものである、漫画大門佐に嫁がせ、これを三津山城に置き、反対派を、殿小こ城に呼んでき問した後、その木とを待ち伏せて粛清。さらに、い野城にいた金高を殺害した。 金高が病的なまでの新州派で、対する吉助の方も深く全衆に帰しているという事情あったようである。その後、吉助は A64 年1561年、正木委員期では、A66 年10月24日に残る反対派を、いいのの朝鮮寺にて同滅。その翌年には、北原氏の領地である正木委員、栗野、横川、高原はすべて伊藤氏の領地となる。 残された一族の北原兼近、九代、律、健、十代、健鎮の時系、健門の早村は、熊に逃れ相良氏を頼っていたが、北原九神の白坂下右佐助が、島津家臣の河山幸久、後の吉久を通じて、島津高久に対し、兼近に、北原氏を継がせたい旨を打診。これに同意した高久は、相らよりふさ、 および北郷時久にも協力を働きかけたため、金近は、島津市、相良市、北郷市の援助を受けることになる。A65 年、1562年5月、相良市は、伊藤市のものになっていた漫画田城まで軍勢を抜いた。これにより金近は、飯野城に入ることができ、正木院に復帰する。高久は、横川城、さらに三津山城郎とし県親の正木院再興を、 助けた。島津市、北郷市、相良市は、白鳥神社にて、北原地近の前で相互に女性し合うとの起帳文を提出する。しかし、吉松城の地近のおじの西門の城が、密かに伊藤市と相良市に通じ、いいのから、島津市を追い出そうと画策していたことが露呈したため、十本、また、A66 年、1563年、伊藤市と相良市が連合して、 いいのの大名人情、大民氏類を落上させた。さらに A67 年、1564年5月、伊藤義介は、北原氏に従属する隊が、兵士の今木を攻めて、城兵を全滅させる。さらに、徳万城西や高原城氏も、高難を恐れ真っ先委員を去ったため、北原氏は、伊藤氏、相良氏、大口の菱し氏,氏からの圧迫を受け、領地維持は、難しくなる。 これを憂えた高久は、金近に、薩摩移住院神殿、古道村に三十丁の領地を与えて移住させた。これにより武家の闘領としての北原氏は終わりを迎える。その後、A67 年、1564年11月、正木院には、高久の次男である吉弘が入り、廃藩地県に至るまで、島津氏が領有することとなる。また、金に、死はなく、非、 よ島義元の次男であるんしげるを養子に迎えたが、上井県生の着手すわ県安の不集中とされるなど、子孫の没落は甚々しかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。